皆様、こんにちは。ウプ主のバキさんです。相方のフェイサさんです。ルゴスさんです。カミソデです。ヤフオクでついに欲しいものを落札しました。欲しいもの？それがこれだ。フェイバリットスコプターズライン、つぶらや30センチシリーズバキシム、少年リック限定版。こちらを落札しました。名前でわかるでかさ。うちにあるヤバキシムや他のフィギュアとも比較してみましたが、やはりでかいですね。そりゃあうちで一番でかかったビオランテさんを余裕で超えてきたからな。今後機会があったら昔買えなかったデストロイヤー発行バージョンも買いたいですね。ということで今回は以前やったトラウマ怪獣の続きで、視聴者さんがコメントした中で多かったトラウマ怪獣を解説していきます。それではどうぞ。ごゆっくり。バキフェイサーチャンネル。ちなみに今回の怪獣の選出方法は前回の動画で皆様のトラウマ怪獣をコメントで聞き、それを元にカウントし、特に票を獲得した5体をピックアップしました。今回も選出されなかったトラウマ怪獣がいましたら、ぜひ気軽にこいつトラウマだったなぁと思う怪獣をお書きください。まず1体目は、火山怪獣、バードン。確かにバードンもトラウマ要素あるなぁ。バードンはウルトラマンタロウ第17話、二大怪獣タロウに迫る、第18話、ゾフィーが死んだ、タロウも死んだ、第19話、ウルトラの母、愛の奇跡に登場。バードンの身長は62メートル、体重は33000トン、出身地は大熊山火口です。バードンは大熊山の火口で長い眠りについていたところ、火山活動の影響で目覚めた怪獣です。バードンの武器は口からは4万度の高熱火炎、ボルヤニックファイア、鋭いくちばしによる一つ攻撃、シャークノーズ、真っ赤銃で空を飛び、両方には速攻性の猛毒を持ちます。バードンは同じく火山で目覚めた主食のケムジラを狙って大熊山の地質研究所を襲撃し、ケムジラもろとも食員を食べ尽くします。その後、ザットの攻撃を受けて巨大化したケムジラを狙ってタロウとケムジラの戦いに乱入します。バードンはストリウム光線の構えをするタロウに接近し、持ち前のくちばし攻撃でタロウを滅多刺しにしたことにより、タロウは命を落とします。タロウを倒した後、逃げようとしたケムジラをくちばしで滅多刺しにし、手足や目玉をほじくって捕食します。ここトラウマポイント。バードンがケムジラを捕食し終わると飛び去った後、ゾフィーが駆けつけます。ゾフィーはタロウにウルトラフロストで凍結させ、光の国で治療させるために凍ったタロウを持ち上げて地球を去ります。バードンは大熊山を通過する旅客機を襲撃して乗客乗員を捕食します。ザットは鳥持ちでバードンを飛べなくする鳥持ち作戦を実行しますが、バードンは水浴びしていたためうまくくっつきませんでした。それどころか鳥持ちで体勢を崩したバードンがまだ避難が済んでいない病院に倒れ込みかけてしまいます。そこへ光の国から戻ってきたゾフィーが病院を助けるためにバードンに挑みます。ゾフィーは格闘戦やジェット光線でバードンを圧倒しますが、バードンの火炎放射でゾフィーの頭に火がつき、ゾフィーを池に叩き込み、引き上げたところを何度も踏みつけ、くちばしで滅多刺しにしてゾフィーも命を落とします。マジでリアル城之内くんじゃねえか。ゾフィーを倒したバードンは牧場や食肉倉庫を襲撃し、和対抗策として全国の肉を隠しますが、腹が減ったバードンはマンモス団地を襲撃し、老若男女問わず住民たちを捕食しました。ここのバードンがマンションの一部屋一部屋を餌箱にするみたいにくちばしを突っ込んで人を食いまくるシーンは怖いなぁ。そこへウルトラの母の治療を受けて地球に戻ってきたタロウに阻まれます。タロウはウルトラの母からもらったキングブレスレットで攻撃しますが、逃げられてしまいます。その後ザットに巣にあった卵を破壊され、怒り狂います。最後はタロウのキングブレスレットの分身戦法に惑わされ、火山に激突して火口に転落して倒されました。2体目は、機械宇宙人、ツルク星人。ツルク星人は初めてだな。ツルク星人はウルトラマンレオ第3話、涙よさよなら、第4話、男と男の機械に登場。ツルク星人の身長は 2.4 から54メートル、体重は 50kg から2万トン、出身地はツルク星です。ツルク星人はマグマ星人の脅威が去った後にやってきた宇宙の殺人鬼です。ツルク星人は人間体と怪獣体の2つの姿を持ち、人間体児はスリムなヒューマノイド体型で、怪獣体児は爬虫類のような姿をしています。双方の形態に共通する特徴として両腕に鋭利な刃を装備していて、車のドアやビルも簡単に切り裂くことができます。ツルク星人は夜の街に出没し、スポーツクラブからの帰りの父親と自転車で帰宅していた梅田親子を襲撃します。そしてツルク星人はトールとカオルの父親を兄弟の目の前で惨殺します。確かトールってこってシルバーブルーメに妹のカオルを殺られたよな。めちゃくちゃ不幸すぎない？この他にもトールくんには悲しい出来事があるんですよね。続いてトールたちを一時的に引き取ろうとしたマックの鈴木隊員を襲撃して体を真っ二つにしてしまいます。その際にレオのかたどった宇宙金属製のレリーフを現場に捨てて立ち去っていて、レオを殺人犯に仕立て上げようとしていました。ダンはツルク星人をおびき寄せるために自らがおとりになって松葉杖を駆使して撃退します。この時ダンはツルク星人の必殺技は両腕の二段攻撃であることを見抜き、現に二段攻撃を超える三段攻撃の取得を命じます。レオとの初戦ではまだ技の取得ができていないレオ相手に身軽な動きでレオを翻弄し、得意の二段攻撃でレオを敗北に追い込みます。
レオが敗れた後は団の作戦で鶴久星人を送電線までおびき寄せ、感電させて退散させます。鶴久星人は再び東京に出現し、苦手な電気を克服して帯電体質となって町を破壊します。電は特訓の最中であったためレオに変身できる状況ではないので、団はウルトラ念力を使用して鶴久星人を追い払いますが、疲労で倒れ込んでしまいます。一方電は団が命令した滝を切ることができず、自暴自棄になっていたところ、団は…その顔は何だ、その目は何だ、その涙は何だ、お前がやらずに誰がやる、お前の涙で、奴が倒せるか、この地球が救えるか、みんな必死に生きているのに、くじける自分恥ずかしいと思わんか、と弦に喝を入れます。ウルトラ名言だな。そして鶴久星人は4度目の襲撃を始めたと報告が入ります。弾は迎撃に向かい、弦は技の完成を急ぎます。弦は滝を流れる桜の花びらを目標に見立てることで滝を切ることに成功させます。技を完成させた弦はすぐさまレオに変身し、鶴久星人の元に飛んでいきます。鶴久星人は得意の2段攻撃で追い詰めようとしますが、特訓したレオには一切通じず、逆に3段攻撃で追い詰められてしまいます。最後はレオの流れ切りの技で両腕を切り飛ばされ、倒れたところに落ちてきた両腕が胸に突き刺さって絶命しました。3体目は円盤生物、星人ブニョ。ブニョはウルトラマンレオ第50話、レオの命よ、キングの奇跡に登場。ブニョの身長は 1.9 から 61 メートル、体重は 84kg から 23,000 トン。出身地はブラックスターで、人間体は蟹江圭三さんが演じました。ブニョは自らブラックスターから飛来した円盤生物11号です。ブニョは力はないが知恵はあると語り、レオを騙して倒そうとします。まずブニョは人間に擬態し、弦に接近しますがすぐに宇宙人だと見破られます。その後、病院に宮間咲子を人質に取り、テレビなどで弦へのメッセージを送って病院へおびき出します。弦は下宿先の人たちを制止し、一人で咲子救出に向かいます。ブニョはレオが病人がいっぱいいるところでは戦えないし、変身もしないとレオの性質を見抜いて病院を選びました。ブニョは咲子を解放する代わりにおとなしくついてこいと言い、弦は腕を差し出します。ブニョは宇宙ロープで弦の腕を縛り、司令の元に連れて行きます。ブラック司令はサーベルを取り出して弦を斬死しようとしますが、弦は切られる寸前にレオに変身し、サーベルの歯をへし折って危機を回避します。しかし腕を宇宙ロープで縛られているため、巨大化や身動きがあまり取れません。そしてブニョは零下100度の冷凍処理施設でレオを処刑しようと提案します。処理室では宇宙ロープで動けないレオをブニョは殴る蹴るで痛めつけます。獅子ガエル77世の人も寒さに弱いのかな？完全に凍ったレオを台に乗せ、ブラック司令は宇宙ノコギリを取り出します。ブニョ、ノコギリ。あ、そう、ブラック司令はレオがまだ意識がある状態でノコギリで体をバラバラにしました。映像を見ればわかるんだけど、マジでレオが桃抱えていたんだよな。死を覚悟したレオはトール君に念を飛ばし、埋葬をお願いするために東の丘に来てほしいと伝えます。次の日、トールは東の丘に向かうと、そこには無残にバラバラにされたレオの遺体が散らばっていました。地球の守護者がいなくなったので、ブニョはブラック司令の命令で巨大化し、町を破壊し始めます。レオは悔し涙を流しますが、そこへウルトラマンキングが現れます。キングはお前を一人でも必要とする者がいる限り死ねないと言い、キングビームを放ちます。キングビームを受けたレオはバラバラだった体が元通りになります。復活したレオは巨大化してブニョに立ち向かいます。レオの復活を受け、ブラック司令は驚きを隠せません。ブニョはスリップオイルでレオを転ばせたり、口から宇宙ロープを伸ばしてレオを拘束するなどトリッキーな戦法で苦戦させますが、レオのシューティングビームを触覚に打たれてしまい弱体化します。最後はレオキックで頭部を跳ねられ、ドロドロに溶けて倒されました。4体目は悟空怪獣グリーザ Z 版。あれ、 X 版じゃないの？コメントを読んだ感じだと、鳴き声はともかく、あるシーンが怖かったという人が多かったのよね。グリーザはウルトラマン Z 第15話、戦士の使命に登場。グリーザの身長体重は測定不能、出現地は地球です。グリーザは14話で宇宙を成立させるための不条理を引き受けていたブルトンが倒されたことにより、宇宙の穴として誕生した怪獣です。激務すぎない、ブルトン。グリーザはブルトン戦で破壊された夜に町の修繕を行う作業員11名を襲撃します。次の日、突然第1形態で現れ、すぐに第2形態となって町を破壊し始めます。キングジョー SC はブルトン戦でダメージを負い、復旧率 70% だったため、ヨーコはウィンダムで出撃としますが、ヘビクラから死にに行くようなもんだと止められます。グリーザを止めるためにハルキとリクが立ち向かいますが、無、そのものであるグリーザには全く歯が立ちません。ヘビクラさんことジャグラーはトライキングになって加勢しますが、それでもグリーザが優勢に立ちます。これを受けてジャグラーはファイブキングに強化変身し、眼球の吸収攻撃で吸い込もうとしますが、逆にエネルギーを吸われます。そしてジードは自らのメダルを託し、宇宙の穴を縫う針を手に入れるために強引にグリーザと同化します。これによりグリーザを虚無と実体の狭間の存在となって活動を停止させます。
ハルキたちはグリーザに対抗するための理屈を超えたパワーを手にするためにセレブロからベリアルメダルを入手します。一方グリーザは活動を再開し、ジードとの同化が進んだことで朝倉陸の笑い声でレッキングバーストを放って街を破壊します。このシーン怖かったって人多かったな。ハルキとゼットは抵抗するベリアルメダルを力ずくでセットし、ウルトラマンゼットデルタライズクローに変身します。グリーザはデルタライズクローの黄金の嵐を受けて体内のジードを弾き出されました。デルタライズクローと空中戦を繰り広げた後にゼットに飛び込まれ、宇宙の針となる開幕剣ベリア6を取り出されてしまいます。これがジードとグリーザの子か。特攻武器を持った相手でもグリーザは互角以上にデルタライズクローと渡り合いますが、最後はベリア6のデッシウムスラッシュを受けて倒されました。さて、今回最も量が入ったヤベイネズミは次回特集を組んでお送りします。もし今あの怪獣の回あったらクレイムの嵐だろうな。 PTA 激毒可否だろうな。今回はここまで。今回の動画が良かったら高評価とチャンネル登録をよろしくね。次回の動画もよろしく。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。今回の動画を見てくれてありがとう。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくね。またTwitterもやってるからご覧よろ。次回の動画もよろしく。それじゃあ、バイバイ。